はい、皆さんこんにちは。今回はですね、シンゴニウム特集やろうと思います。シンゴニウム、皆さん育てていますか？かなりの人たちがですね、育てている人たち多いと思いますが、僕から言わせてもね、シンゴニウム非常に育てやすい植物です。なのでぜひ皆さん、特にね、植物初心者の方は手に取って育てていただきたい植物だなと思います。はい、じゃあね、シンゴニウム、これ見てみましょう。これがね、オーソドックスなシンゴニウムです。名前の方はですね、皆さん、僕言えるやつはね、参照していただきたいですけど、わからないときは皆さん調べてみてください。はい、あ、そうだ、まずね、シンゴニウムの性質、僕なりのですけど、シンゴニウムの性質皆さんにお伝えしたいと思います。シンゴニウム、こちらね、フレンチマーブルちゃんですけど、非常に寒さにはね、強いです。ツタ系の中でもですね、ポトスとかね、なんかよりシンゴニウム非常に寒さに強いです。なので寒い玄関とか、そして耐陰性もね、かなりあります。そういう場所、植物を置きたいなという人はですね、ぜひ置いていただきたい植物です。乾燥にもですね、若干強いんですけど、あまりにもですね、水を切らしすぎると、やっぱ葉っぱやばいんでね、しなしなとなってきます。特に、こういう系のですね、ぎっしり詰まったシンゴニウムはクシュクシュっとなります。まあ葉っぱがね、もともとクシュクシュっとしてるんで、痛み感、傷んでるのが分かりにくい植物ですが、まあやっぱりね、シャキンとさせてあげましょう。はい、こんなところがですね、シンゴニウムの、上手な育て方、割と簡単です。まあ耐陰性がですね、強いといっても、あまりにも日陰に置きすぎると、こう徒長して、この茎がね、長くなったり、葉っぱがもっと弱くなったりして、ちょっとね、弱々しくなってくるので、ある程度ね、日光があるところで育ててあげれば、まあ皆さんが生活している空間なら、あまりね、気にせず置いても大丈夫じゃないかなと思います。寒さはですね、まあ5度と言っておきましょうか。0度ぐらいまでいけそうな気もしますが、5度以下にならないようなところをね、選んであげるといいと思います。乾燥させすぎたら貝殻虫とかもね、たまにつくことがあります。病気にはですね、割と強い植物なので、これもね、初心者の方とかにはね、育てやすい要因じゃないかなと思います。はい、じゃあね、ちょっと歩きながら見てみましょう。どれだけね、種類あるのかな。はい、先ほど言いましたフレンチマーブルじゃね、これね、シンゴニウムです。フイリモンステラとかにもね、似てきますよね。これ黄色と白とね、混ざってますね。成長段階でこういう風になったりもしますね。はい、こちら、はい、チョコレートシンゴ、これはかっこいいですね。シック系で僕大好きなんです。コンクリートの鉢とかにね、合わせるとめちゃめちゃおしゃれです。葉っぱが濃いタイプの方がね、特に耐陰性が強くなってくると思います。そしてこちら、これがね、何ですか何ですかというね、この間チワ散歩してた時に、皆さんから言われたんですけど、これダズルカラーとね、言うそうですね。ダズル、なんか星みたいな感じらしいんですけど、珍しいですよね。なんかマーブルっぽいですけど、いろんな種類がシンゴニウムにもね、出てきています。はい、まあこれだけね、種類が多いと、フィロデンちゃんたちと同じで、いろんな、同じ種類でいろんな飾り方がですね、できます。でこういう大株にもね、なります。お目が高い人たちはですね、僕がこうやってチワ散歩してたらですね、フィロデン結構落ちてる、フィロデンじゃなくてシンゴニウムですね、落ちてるんでくださいという人たちね、結構いるんですけど、はい、これが、何だったっけ、ピンクなんとかまた忘れちゃった。これが今ね、皆さんたちが、一番ね、僕のこの動画内で、皆さんたちが話題にしてくれていますが、このいいんですよね、このピンクと緑とね、合わせちゃったらね、こういうハブカズラとフィロデン系なんかとね、合わせたりしてもめちゃくちゃおしゃれです。あの緑の中にね、ポッと赤いね、この葉っぱが際立つんですよね。ぜひね、やられてみてください。いろんな寄せ植えに、寄せ植えにね、使いやすいのもシンゴニウムの特徴です。ちょっとね、珍しくこの裏の方にも行ってみますか。よし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 、はい、なかなかね、この裏の方に行かないですけど、このこっちにもね、あるかな。お、
なんだなんだこれあるじゃないですか、さっきの珍しく。これね、この辺はねちょっと鉢下げしたタイプ。あ、これは違うか。でもこれ大きくなりましたね、株。うん、値上がりなんかにもねなってくるんで、ぜひ鉢下げもねしてもらいたいと思います。あれ、この辺は水がかかってないのかなとか、草がすごいことになってますね。はい、はい、こんな感じで、これ鉢下げしたやつですけど、日がねここはねこっち側天井なんでよく当たるんですけど、こういう風に、ね、日が当たると白っぽくなりますが、株自体は非常に元気になりますね。しっかりとしたギュッと詰まったね株になるんで、鉢下げしてこういう風にね育ててあげると非常にまた強いです。特にそしてね冬場は、寒さにもですね強くなってくると思います。お、これこれこういう風なのもいいですよ、見てください。はい、値上がり、こんな感じの育て方するとまた違うねシンゴニウムと違った飾り方ができると思います。何でもね値上がりにね挑戦してみるといいです。すごいですねこの辺はね。こっちはさすがにないかな、こっちはなさそうですね。はい、元に戻りましょう。よいしょ。最近はこのジャングルチワ散歩非常に人気でですね、この中に住みたいという人たちもいるみたいで、ここはないかな。ずっと映していくんで、皆さん僕が見つけきらなかったらですね、後ほどコメントで何分何秒の右下左下前にありましたよとかね言ってください。はい、なんかこの辺にねありそうな気がしますが、ポカーっとね浮いてたんですけどね、このああいますね、ね、いますいます。これ水浮いてますよ皆さん。この辺の植物はね、まあ、シンゴニウムもですけど、ね、これめっちゃ綺麗でしょ、ね、ディフェンバギア、ね、フィル、これ水槽に使えるということですね。ここでこんな感じで生きてるということは、あの辺にもなんかありますね。シンゴはね非常に生命力が強いんで、ポイッとね捨ててたら根っこが張って勝手にねぐんぐん大きくなってね増えていくんです。それがねシンゴちゃんのいいところ、うん、ここにもいる、ここにもいるから、じゃあ何なんだと言ったら別にこう植わってるわけでもなく、はい、こんな感じで水ね、自分たちで水吸ってますね。お利口さんです。はい、見てください、ここに、潜水してるシンゴちゃんもいますね。潜水してるシンゴちゃん、はい、見事に、枯れてると思いますよね。ね、違う、芽が出てる、すごいすごいぞシンゴニウムの生命力。これはもうあの水の中で生きる性質に変わったということですよね。ね、この中にもいますよ、ね、皆さんシンゴニウム水の中で育ちます、ね、これが証拠です、ね、すごい、これ絶対誰も知らないはず。今回のタイトルは水の中でも育つシンゴニウムにしようかな、はい、まあ種類はないですけどね、こうやってたくさんあります。まあ、絶対ねもうねこれはもうね鉢で僕した記憶ないもんね、鉢でした記憶はね全然ないんですけど、これはこれでもうほらこのゼブラちゃん、ゼブリナか、ね、ゼブリナちゃんになんか勝手に生えてる、ね、生えてるゼブリナと、シンゴニウムの合体、いいね。下葉がなくなったねゴムの木とかね、いろんな観葉植物、特にこの葉っぱが丸い系がいいですね。丸い系の植物の下葉がなくなったものに下にシンゴニウムを入れると非常にいいです、うん、こんな感じで。シンゴニウムなぜいいかというと、ポトスとかみたいにもちろんツタなんだから上には登っていこうとするんですけど、シンゴはねこうピンと立つんですよ。ピンと立つ立つからめっちゃねこうボリュームがつくんですよね。こんな感じわかる、こんな感じでピンと立つんですよね、立つ。だから僕はねこういらないね、いらなくなったシンゴとかね、これストロマンティとか、これマジで処分しようと思った子たちを去年入れてただけです。
何も管理してない水だけ。それで1年経つとね、まあハウスということもありますが、こういう風になります。めっちゃおしゃれじゃないですか。ゴージャス。え、こういうこともできます。なので皆さん、こういらなくなった植物はですね、枯れてなかったらこんな感じにしてあげるといいんじゃないかなと思います。どうですか、はい、ちょい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 に、ね、空手屋とかも中に入れてますけど、もう根っこがね勝手についてますからね。はい、種類的にはねこんなもんかな。大した種類はありませんでしたが、まあシンゴニウム今見ていただいてわかるように、もう育て方はね非常に簡単、そして強いということです。ぜひ初心者の方も、そしてベテランの方もですね、いろんなやり方を変えて非常におしゃれに楽しむ植物です。そして余ったりね枯れたりした人たち、100円ショップに売ってあるんで、100円ショップの植物でこうやってシンゴニウムも合わせて育ててたらめちゃくちゃおしゃれになりますよ、ね、ぜひやってみてください。それでは今回はこんなところで、バイバイ。